こんにちは。ヘルプ&チュートリアル動画の作り方準備編、動画制作に使用するソフトウェアについてお話をしたいと思います。まず、動画編集ソフトです。まあ、これ有料無料、多くのソフトがあるんですけれど、まあ、代表的なものとして Windows Movie Maker、 iMovie、 そしてビデオパッドなどの、無料の編集ソフトがあります。私は、有料ですが、コーレル社ビデオスタジオプロ X8 を使っています。次に画像編集ソフトです。 JTRIM、 これは無料です。文字入れ、リサイズ、モザイク等の加工ができます。インクスケープ、これも無料です。主に、画像の切り抜き、サムネイル画像用として使っています。右側のこれ私の画像もね、切り抜いております。これもインクスケープを使ってます。その他、有料無料の画像編集ソフトがありますが、まあ自分がね、使ってみて、あ、これ使いやすいなというものをね、使ってみてください。ヘルプ動画で必要な説明なんですが、フリップボードの制作、これはね、いつも使っている画像編集ソフトでもできます。私はホームページビルダーに付属しています。ウェブデザイナーというソフトを使っています。他にもね、有料のパワーポイント、またはプレゼンテーションソフト、それと動画編集ソフトを使っても、まあ、このようなフリップボードをね、作ることができます。音声編集ソフト、午後のコーダ、これは無料です。MP3 とウェブ変換を行うときに使っています。サウンドエンジンフリー、これも無料です。このサウンドエンジンフリーはウェブ編集しかできませんけれど、BGM やジングルを作るときに使ってます。その他、有料無料の音声編集ソフトがありますが、まあ、これもね、自分が使ってみて使い勝手が良いものをね、選んでみてください。スクリーンキャプチャーソフトは前回もお話をしましたように、無料の AG デスクトップレコーダーが使いやすいかなと思います。私は先ほどご紹介しましたビデオスタジオプロ X8 に付属していますスクリーンキャップ X8 を使ってます。それとスマートフォン用のヘルプ動画を作る場合にはスマートフォン用スクリーンキャプチャーアプリも必要です。今回のポイントです。まずは自分が使い慣れたもの、使いやすいものを選んでください。そして、まあ、インターネットで、使用するソフトやアプリの評判を確認してください。そして、書籍、動画などで、ソフト、アプリの操作の確認もお願いします。そして、大きな問題、予算なんですが、無料でできるんであれば、無料で OK です。ただ、まあ、きちっとね、腰を据えてやりたいと思うんだったらね、有料で、きちっとしたそれなりの機能が使えるソフトを、購入した方が良いかと思います。今回は動画制作に使用するソフトウェアについてお話をしました。次回は動画に関する基礎知識についてお話をします。それではこの辺で失礼します。